坂口安吾小さな部屋さて一人の男が浜で死んだところで同じ時刻には一人の男が街角を曲がっていたというこれに似通ったはやり歌の文句があるのだが韮山千川は白昼現に あの街角、この街角を曲がっているにそういない薄気味の悪いやつを時々考えてみると嫌な気がした自分も街角を曲がるやつにならねばならんと思った韮山千川は一種のディレクタントであった顔も胴体ももくもく膨らんでいて一見土左衛門を彷彿させた近頃は相変わらず丸々とむくんだなりに 生臭い疲労の影がどことなくさし始めたがいわば疲れた土左衛門となったのである私に叫がたい尻りがたい嘆きがあるそのために私はお前に溺れているがお前によって救われるとは思いもよらぬ苦痛を苦痛で紛らすように私はお前にすがるのだがそれも結局 お前と私の作り出す地獄の騒音によって古沼のような沈殿の底を探りたい念願に他ならぬ千川は一体愚痴っぽいたちの男である生来憂鬱を好み日頃半文を口癖にして生むことを知らない前期の言葉はその一例であるがこれは浅間眉の聞き飽きた一つ文句であった この言葉によれば千川は,はまるで眉にとって現たる支配者の形に見えるのだが事実は眉に軽蔑されきっていた眉は千川の常人ではない常人でないこともないが眉はでたらめな女子人で千川の他にその友人の伊豆ならびに小笠原とも公然関係を結んでいた千川に眉を独占する意欲はなかった しかし女に軽蔑されることを嫌った惚れられていたかったのだこういうところに女に軽蔑された根拠もあったのだしそれを避けようとして殊更に泣きごとめいて悩み悩みと言いならわした理由もある地獄の騒音の底で古沼の沈殿を探りたい謎ともったいぶった言い草もくだらない独りよがりで見かけ倒しの近カは 始終古沼の底であがきの取れない憂鬱をなめていた探りたい段ではなく探りすぎて悩まされ通していた千川は憂鬱な内向に耐えがたくなると秒針でネズミのように気の弱い伊豆のもとへまっしぐらに踊り込みおっかぶせるようにして「うんうん あの、けったいな。女主人を見るのも嫌になった。ちかは,は顔を大仰にしかめて、いきなり大がかりにあぐらを組み、さも苦しげに吐息を落とすのであった。お前はあの女と結婚するのがちょうどいいぜ。俺が一肌脱ぐが。お前はあの女に惚れ込んでいるし。俺は惚れてなんかいないよ。と伊豆は不況げに。 病弱な青白い顔を伏せた。千川は急にわなわなと震え出して、頬の贅肉を引きずらせ、ちんちくりんな拳で伊豆の胸ぐらをこづいて、お前というやつはまるで、こんちく友達の心のこればかしもうわからねえやつで。それからあとは、唐突な同国になる。慣れてはいるし、 あっけに取られるわけでもないがどうすることもできないので伊豆は薄い唇をともかくびしょめくくらいに紛らわしてネチネチした愚痴をいちいちうなずくよりほかにしかたもなかった眉は女詩人だというが詩の才能と縁のないのんきな女であった深刻な顔つきをしたがらないたちで時々方針にふけると 肉付きのいい丸顔が白地のものに見えた内政とか周知とかいわば道徳的観念とでも呼ばれるものによほど標準の狂ったところがあって突拍子もない表出にはバカだか利口だか一見見当もつかなかったある時これも内向にくたびれた千川が孤独からの野獣の競争で脱出してきて眉を誘い伊豆を誘い小笠原を誘い とある山底の湯宿へ遁走した。男たちは複雑な心理錯綜と二日酔いに腐食して日増しに暗淡たる憂鬱を深めたのに眉一人はみじんも同化せずにしごくのんびりしていた男は連日早朝に目を覚ました男は重苦しい二日酔いに押しつぶされる思いで一時も早く部屋を抜けると 冷酷な三冠を葬列のように黙りこくってさまようのであるが所在がなくてほろ苦くて先頭が不意に枯れ枝を殴り落とすと後ろの2人も真っ青な顔で無心に枯れ枝を叩き寄っていた広々と見晴らしのいい曲がり角へ出ると急に自分の心を拾い上げたようになるものだがあまりの広さに極度に視線を狼狽させた男たちは 慌ただしく病病たる山並みを仰いで大いに総会を繕いながら何者とも知らぬ者へのちらめく呪いを感じたり谷底へ奇怪な旋律を覚えたりわめきたくなったりしたようやくこの黒煙となり男が山へ出払った後毎朝真悠は誰よりも遅れて目を覚ました部屋に。 陰鬱な乱雑がねくたれていてあくどい空気がじっとり湧いている中なのに眉は悠々とタバコをつけ厚ぼったい空気のよどみへ耳たぶを押しつけるようにしてうつらうつらと頬杖をついているのだがまるで草空の下の爽快を味わっているような快適な姿であった男が山を下りてくると眉は急に歌うような楽しさで 秘密っぽく一人一人を捕まえ「私あんたが好き」男は一人ずつ怒ったような顔つきをしたそれには全然取り合わずにふいと眉は顔の表情を失うと横へすらして重たげな冬空を眺め「私はあの空が好きだ」というようなポカンとした白地の層に変わってしまう 眉は長々と湯につかりまるでまるまると張り切ってゆく快い発育の音を感じるように一人ぽっちの広い湯船にもたれて口をあんぐり開け鼻へ快適な小じわを寄せて動かずにいる男たちが何かしらの一座の気配でやりきれない憂鬱にはまり込んだ時眉も血の気のない興ざめた顔でいるのでやはりこの女でもそうかと思っているとそれは 一座とまるで違った軌道でそうなっているのであって急に顔をもたげて気がついて男の顔を一つずつ新発見のように見回し始めたりするので男たちはがく然としてとっさにめくるめく老媒のさなかでふるさとを思い出したりするのであったゆは十二歳まで女王の気持ちでいることができたある日一行に伴われて後藤婦人なる女のもとへ行った これは千川の女であって京州画家であるが三十五で二十四5に受け取れる神経質な美貌であった男たちの憂鬱と同僚の競争を帯びた華やかさで後藤夫人は上品に話したり笑ったりしたその部屋の空気には霧雨のような花粉が流れていて眉にはそれが目や足の裏に染みてしようがなかった眉は むっつりしてたまり込んでいたのである。それから数日して千代はが眉に会うと、眉は変な顔をしてうつむきながら、古藤夫人って、あんた好き？また沈黙して、今度は一層際立った顔をしながら、あんた、あの人と一緒に死ぬ気？千代が呆れていると、眉は照れ隠しに青白く笑ったが。 また真面目になって、「ああいう上品な利口な人が好きならしかたないけどでもあんた私嫌い私をかわいがってくださる私だけかわいがってねそうして塩らしく首を上げたがやがてチ川の目を見入って実にえんぜんと笑った。 近はは確かに呆れた確かに見当がつかなくなったのである伊豆がか川を殺す気持ちになったのは今に始まったことではないか川は,は伊豆にとっては毒に満ちたもやであった一体千川という人は見かけ倒しの人ではあるが見かけは甚ははだ横行なその現れるや 陰鬱な影によって辺りをたちまち黄昏の中へくらましその毒々しい体臭によって相手の気持ちをかしゃくなく圧倒する体のがむしゃらな人物であった心身ともに疲れ果てた伊豆にとってはこれほど神経に絡みつく負担はないのであって初めは一種の癒ふと親しみでもあったが逆に高じて暴曝と眼界に広がり満ちる 千川の生存そのものを意味呪う気持ちが伊豆の憔悴した孤独を饒舌なものにした伊豆はうっかり千川に手紙を書き出してしまったのである初めは何の気もなく近況を書き送るつもりで「私は君の生活力に圧倒されてこうして一人でいると直のこと君を恐れ恐れとともに 限りななくくみたるるのであるが、というような書き出しのものであったが書き出してみると次第に鬱積したものが高ぶってきて混乱に陥り結論だけが妙に歴々と一面にはびこってきてもはや劇場を抑えるすべもなくなったので改めて次の意味を率直に生きみ立つ胸を殺して書き出した「私は君を殺す」 君が私に殺される幻想を鉱骨として飽くなくむさぼるのがここ数年の私の生きがいであった君は地上の誰よりも老媒してもがくであろう現に私の幻想の中で君は最も醜い姿で七点八倒している私はそれをやがて実際に見ることになろう それをぶらぶらと懐手に抱えながら変に落ち着いた青白い足取りで投函に行った恨まれた冬ではあったがあわたらしいどんよりした薄明の街であったその時彼はチカワ殺害の事実については実はほとんど考えていなかったただ彼はこの手紙を受け取ったチカワの凶暴な混乱を思い浮かべるだけで 満月を感じていた数日が流れた無論返書は来なかったすると伊豆は不意に不安になりだした手紙の効果についてひどく疑い出したのであるもしやあれを読んだ千川がたちまち伊豆の内幕を見透かしたような笑いを刻み例の毒々しい物腰で 苦もなく黙殺し去った場合を想像するに体内に激烈な転倒を感じるような苛立ちを覚えた1週間ばかり激しい不安と争っていたがある暮れ方何気ない足取りでぶらりと出ると小笠原を訪れた例の懐でをぶらぶらさせてなんだか奇妙に落ち着き払った封をしながらもっそり突っ立っていて小笠原の出てくるのを見ると まず真っさおな顔をできるだけカったつげに笑わせようとしたのだが、僕は今度近川を殺すよと言った。うん。その話は近川から聞いていたが、小笠原はまるであくびでもするような物憂い様子でブツブツつぶやくように言い捨てたが、しばらく無心によそみにふけてから。 ようやくのこと首をめぐらして、今度は一層やりきれない物うさで、夕べも近ワと飲んだんだが、あいつは君を実に気の毒な心身傷もう者だとそう言っていたっけな。それから竹の高い腰から上をぐんだり椅子へ持たせ、頭をおかくんと反り返らせて、それっきり固着したように天井を見つめている。伊豆は。 自分の決意を全然目殺しきったような小笠原の態度にちらくらする反抗を覚えた。俺はあいつのも猛学様子が手に取るように見える。俺はあいつの首を締めるつもりだが、あいつは血を拭いて醜く自たばたして。伊豆はそこまで言いかけると、突然に自分も自たばた格好を作ったが。 期待な興奮に耐え難くなってほとばしるように笑い出したその笑いはいたずらにゲタゲタ言う地響きに似た空虚な音だけで伊豆はそのいちいちの響きごとにみぞおちを足つけられる痛みを覚えたがしかしなおあたかもすでに復讐し終えたような湯越に陶酔したのである笑い病んでふと気がつくと 小笠原は愛も変わらず頭をガクンと椅子へ持たせて天井を見つめたままおよそ退屈しきった苦々しい顔つきでひとも投げに放心していたど<れ>急に小笠原ははなはだ無関心に立ち上がり伊豆なぞ眼中にない態度で長々と背伸びをしたが「ノレポツポツ千川のところへ出かけようかな」 そうつぶやいて洋服に着替えて出てきた「今夜も飲む約束なんだ」そう言い捨てて自分はさっさと靴脱ぎへ降りていった伊豆は実に物足りない暗い惨めな気持ちで小笠原の後ろに続いたが郊外へ出ると急にもやもやした胸苦しさを覚え溝へしゃがんで白い苦い液体を吐き出した 数分間苦悶した小笠原は無論解放もしなかった第一振り向きもせずに憂鬱至極な顔つきで暴幕と暮れかかる冬空を眺めふけっていたやがて伊豆がようやくに立ち上がる気配を察知るとなお振り向いて確かめようともせずに足を伸ばして悠然と歩きでしたが青ざめ切ったしかめっ面で 伊豆がよヨよーヨーを追いつくと急にポツンとこぼすような冷淡さで「君も行くかねいや伊豆はガクンと首を振った今日は胸が苦しくてとても飲めないそう小笠原は下げすむようにうなずいたがそうかねじゃあさよなら。 そこはまだ別れる場所ではなかったが伊豆はこう言われたのでとっさに補足を緩めたやるせない空気を感じた伊豆は力の尽き果てた様子で小笠原の後ろ姿をぼんやり見送っていたが我に返って不思議に自分はあの冷酷な小笠原をむしろ一種の親しみを持って見送ろうとしているのに気づいたいわば小笠原を 心外な一味吐痘のように思い込もうとするのであるその理由についてはなぜか伊豆自身深く追求することを避けたがる様子であったがつまりは小笠原も地川の死を欲しておりかつまた自分に地川の殺害を実行させようと企んでいるというふうに考えたかったのであろうだが伊豆の水量はもちろん当てにならない 誰しも二人の敵を撃つよりは一人味方に思い込む方が気が楽でいられるそして伊豆も現在自分の心底にこの傾向のあることを感じあまり所持を掘り下げて自分の馬脚を発見したくなかったので故意に全てを漠然の中に置いたままとにかく小笠原は自分の親愛な同志であるように感じた伊豆は小笠原の暗示したところのものを 万事深く飲み込んだという形にふむふむと大げさにうなずき会心の小じわを鼻に刻んで上機嫌に帰宅した小笠原はその持ち前の物の静かな足取りで黄昏にしみりながら歩いていたがやがて伊豆の心に起こった全ての心理をくまなく想像することができた彼は自分がほとんど悪魔の底意地の悪さで 地下は伊豆の葛藤をちみどろの終局へ追いやろうとしている冷酷な潜在意識を読んだしかし驚きも慌てもしなかった永遠に塗りつぶされた唯一色の暗ンを一人行くような激しい屈託を感じたのである全て波乱曲折も無限の薄妙に閉ざされて見えやめがたい退屈を驚かすなり者も想像することができなかった 彼は冷静な心でおそらく自分は悪魔であるかもしれないと肯定しそして揚々たる検体を覚えずにいられなかった眉は伊豆をかなり嫌がっていたその伊豆がとある白昼眉の家へ上がり込んできて懐で押して無表情な顔つきで突っ立っていたが急に手を抜き出してそれをふらふら振りながら 眉にねちねちと抱きついてきたので何をするかと思っているとまず眉の首から胸の辺りへ手をやりもそもそ手探りしてのちようやくその襟を握って首を絞め始めたのである眉は驚いたが非力な伊豆をいっぺんにはね返すとあべこべに伊豆の首筋をとらえて有無を言わさず締めつけた 伊豆はバタバタもがいて危うくもん絶するところまでいったゆはあまりのあっけなさにあきれながら手を離してもしばらくのうちはあおむけに倒れたままなおも閉められているように自分一人でもがいていたがようよう立ち上がりのろのろと向きを変えて座敷の真ん中で四つんばいになるとやがて白っぽいヘドを吐き出したよほど苦しいものと見え数分の間 犬の格好をしたなりに身動きもできず、顔を一面に涙をあふらせていた。なんだい育児主？市川が殺せないもんで、私を殺すことにしたの。青瓢ん。麻衣はそう叫んで冷笑した。伊豆は返事をしなかった。返事もできないほど苦しいらしく。なおも四つん這いのまま首だけをもたげ。 しょんぼりしてしりててゃっくりしていた今にみんな殺してしまう伊豆はこう言い残すと歩くにも困難の様子で戸口の方へふらついていったが今度は下駄が探せないらしく数分間ゴソゴソしてようやく帰っていった翌朝気が付いてみると眉の草履や靴を 正確に片方ずつ溝へ投げ捨てて帰ったことが分かったすると翌日の真っ昼間また伊豆がフラフラやってきた黙って入ってきてきょとんと繭を見つめていたが今度はよそ見をういまるでどこかへ行ってしまうふうをしながらフラフラ近づいてきて繭の首を手探りしようやっと襟を握って締め始めた そうして繭のほっぺたをなめたのである繭は激しく跳ね返した繭は怒ったひりきの伊豆を仰向けに返すとまたしてももん絶に近づくまで締めつけた伊豆は手足をジタバタさせて口の中から白い泡を吹いていたが繭が手を離してからもしばらくアップアップしていておもむろに四つんばいになると 部屋の中央へ白いヘドを吐き出したその日はすぐ帰ろうとはしなかった彼はいよいよ蒼白となって空気をなめるような格好をしながら胸苦しさを抑えているようではあったがやおら立ち上がって眉の腰にすがりつくと自分の方でズドンとぶったおれて自分で眉の下敷きになったそのくせほとんど失神して 体全体をけいれんさせ今にも死ぬ人のようにただすがりついていたのであるがそれでも時々拳でもって眉のみぞおちあたりを夢心地でこづいた眉は振り離して起き上がった伊豆の奇妙な変態性欲がうなずけたのである眉は失神したように目を閉じて動かない伊豆の姿を見下ろして しばらくの間じっと息をうかがっていたがやがて真っ白い肉づきのいい2本の腕を忍ばすように静かに伸ばすと伊豆の首を押さえて力強く締めつけた白い泡を吹いて手足をほとんど力投げにジタバタさせてしかし懸命にもがいている伊豆の衆情に息を殺して見入りながら眉は ふくよかな胸いっぱいにピチピチする緊張を覚え春のように蒸気した軽快な満足を感じたある日小藤夫人は小笠原から伊豆と千川の曲折を聞きたわいもなく談笑していたが小笠原が帰るのを見送ってしまうと急に肩の落ちるようなほっとしためまいがした夫人は難しい顔つきをして さざ波のように散らめき始めた混乱にぼんやりしながら部屋へ戻り肘掛け椅子に深く身を埋めたが自分は一体今まで何事をそんなに緊張していたのかしらと思ったそういえば自分は千川の死を願っているのだと分かりすぎるほど分かりきったことをふと思いついたような気がした本当に分かりすぎるほど分かりきっていたという気がしたのである なるほど、少なくとも千川との手切れを欲している以上は死ほど決定的な解決はないはずだから千川の死を願っているのに相違ないそしてこの恐ろしい考えがはっきり分かってきても我ながらおかしいほど夫人は老狽しなかったむしろ不思議な落ち着きと安らかな憩いを感じたそして まるで草腔でも仰ぐように小笠原の顔をまぶたいっぱいに浮かべたのである夫人はその顔へ向かって「そう私もそうよあなたと同じだわ」というふうにこびるように微笑して見せたいようだったあの人はあんなに落ち着いたふうをして 何の表情も感情も表さずに淡々と談笑して帰ったけれど、あたしにはわかる。やはり近川の死を願っているのだと、夫人は頭がクラクラした。そうとすれば、もしそうだとすると、あの方もあたしを愛しているに違いない。そして、なんだか寒いほど引き締まった気持ちの中で、 〈一斉に開こうとする花束のようなおびただしい微笑が膨らみやがて静かな涙となってあふれ出すのを感じた〉〈後藤夫人の家を辞した小笠原は彼もまた一時にほっと全身の緩むような思いがしたが静かな足取りでしばらく歩いているうちに後藤夫人が陥ったに相違ない前期の心理を目に見るように思い浮かべた〉 そして、精巧な策略を仕留めた詐欺師のような落ち着いた満足を覚えたがふと自分に帰るとにがりきった気持ちで頭の中の映像を大急ぎで一切合切掃除するようにした彼は急に自分が嫌になった自分が邪魔でやりきれなくなったのであるまるでうるさい他人のように そこいらにうるさい自分が塞がっていて、いやらしくてうんざりした。考えてみると、自分というやつは全く全て行き当たりばったりに思いもよらないことばかりして、伊豆に会えばそれとなく自分も市川を憎んでいるように暗示してしまったり、古藤夫人に会えば自分は夫人をさも思い込んでいるように暗示したりしてしまうのであるが、現実の自分は、 なるほど、その思いは幾分あるにしても決してそれを一途に思い込んでいるわけではないそれどころか一途に思い込んだものといえば実は何一つないのであって考えてみるに現在ばかりの話ではなく過去の一生においてもかつて自分は一途に思い込んだということが何一つとしてない 求むるところにのみ人の生活の存在らしいところもあるとすれば彼は手もなく無存在と言うべきもので別にそういう理屈からではないがとにかく小笠原は自分がないようなよりどころない困惑を感じたそのくせもやのように取りとめもなくそれでいて変に頑強な行為がそこにあって それがいらたたしいほど饒舌なものに感じられわずらわしくてならなかったとにかく酒でも飲もうと思った市川はなんだか小笠原に悪いような気がしだしたおかしな話で憎む理由はあっても悪がることはないはずであるがしかし市川はなんだか小笠原に悪いような気がしたもしも小笠原に友情を断たれてしまうと この先生きていく世界がないような大げさな心配が芯に迫って湧いてきて四十小笠原の顔を見ていないと不安で心細くて今にも消滅しそうな思いがしたそのくせ会うのも怖いようであり変なようでもあり足が進まないのであったある晩のこと小笠原を訪ねるつもりで歩き出したが途中で気が引けて 不意に思いもよらずこれは一層会いたくもない後藤夫人を訪ねてしまうとこれはあいにく不在であったぼうさまよった挙げ句にこのまま帰宅してはどうにも引っ込みのつかない落馬くたる思いが高まりいよいよ小笠原を訪ねる決心を固めると今度は決心の重圧に苦しめられて無性にやるせない解釈を覚え走るように夜道を歩いた小笠原の住居は ひっそりした高台のアパートでもう辺りの寝静まった時刻であるからその街角へ現れて街灯の下へたどり着くとまるで自分が潤んだ明かりにすがりついたヤモリででもあるような頓うな寂しさが湧いてきたそこから仰ぐと3階の小笠原の部屋に明かりがさしていたので在宅と判じられたがうっかりすると 不在の後藤夫人はここにいるかもしれないと思われたのでひどく2人に悪いような気の引けた思いがられぼんやりして街灯の下にたたんでいたが光のあるところでは何かの拍子に顔を見つけられても困るような不安もしてきて今度はとある暗がりの土塀へ近寄った闇の中にぼんやりして3階の窓から漏れる薄い工房を眺めていたら やにわに水のような静かなものが流れてきて、人を懐かしむひたむきな心が悠然と溢れてしまい、なんだかわけがわからなくなって二足三足するうちにちっちゃい門戸に寒々と照らし出された石のとぐちをそっと押して、体が内側へ入ってしまった。石の廊下をコツコツ鳴らす足音が際立たしくこめかみへ飛び込んできて。 その静けさがが、むやみに神経を刺激したが時々どこからとも知れない光が階段の途中辺りで顔に流れかかってきてだんだん気が遠くなるようであった部屋の扉をノックして「いるかい!」と言うと胸がメキメキするほど不安になりだしたくせに中から返事もない瞬間にもう戸を押してしまっていた。 わるい光がちかわの顔へ鈍く流れてきたが目を丸くして奥を見ると机に向かって何かしていた小笠原がただ一人ぼんやりして振り向いていた急にちかわはぼんやりしたぼんやりして部屋へ入ってゆくと急に涙があふれ出したそれが途方もない塊のような涙でのどがいっぺんに塞がって 体も俺はなんて愚かな人間だか自分でもあきれるばかりだちかは喉が通じるようになるとがっかりして探索した彼はだんだん落ち着いてきたそうすると涙となって自分自身が流れ去ってしまったように透明な肉体を感じてきた俺には。 自分のやることがまるで分かっていないのだし。時々これが自分だと思う。ものが急に見当たらなくなったりして。本当に頼りなく寂しい思いがする。小笠原は静かにうなずいて憂鬱な顔をしてうつむいてしまったが。1度心持ち目をあげて、ちかわの顔をぽかんと見てから。またぐったり顔を伏せ。 組み合わした膝の上で手の指を物上に動かせていたがブツブツつぶやくように「俺たちの複雑な生活では最も人工的なものが本能であったりしている」「こういう我々のこんぐらがった生活で自分を批判するくらい貧困なものはないのであって百の内政も一行の行為の前ではゼロに等しい」 文化の進歩は、人間の精神生活に対しては時がたい神秘を与えたりすぎないのであって結局文化それ自らの敗北を教えたりすぎない卑怯するに人間なるものはその生活においてまず動物であることを逃れがたいのだ大体いい文化に毒された我々がデリケートな文化生活の中から自分を探し出そうとするのが すででに間違っってて、いるのであって我々は動物的な野生から文化を批判し文化を縦横に蹂躙しながら柄にあったものだけを身につけて育つようにしなければならなかったのだ小笠原は顔を伏せてみたり背けたりしながら眠たげな単調な語性でそんなことをブツブツしゃべっていたがすると地下はもぼんやりうつむいて。 わけもなくいいちいちうな,ずいたりしながら変に神妙に聞いているふうをしていたその実はひどく退屈していたのだがしかしとにかく小笠原と退座していることだけで平和な心を感じた小笠原は千川を家まで送ってきて例の感情を浮かべない冷めた顔つきで「君は今悪い時期なのだ」 春が来てそれに健康が良くなるともっとみんなうまくいくようになるのだ体をくれぐれも大切にしたまえと言って静かに帰っていった市川は,はまたもぼんやりして子供のように小笠原の言葉を聞いていたが自分の部屋へ入って行って自分は今小笠原と平和な面会を終えてきたのだということが分かると 心安らかな空気を覚えた千川は,は和やかな鑑賞に酔いながらしらじらと鈍く光る深夜の部屋に長い間佇んでいた次の日千川が眉を訪ねて行くと眉は大変高機嫌でか川を大歓迎するようにしたが「小笠原さんってひどい人ねなぜだ?」。は,はドギマギした 麻世はいきなり交渉を。市川の方へ叩きつけて。あんた怒ってるの？悔しがっているの？<laughs> <laughs> 小笠原さんと孤島夫人って。ずいぶんひどい人たちね。市川はみるみる。崩れるようなくしゃくしゃな泣き顔をしたが。急にものすごい剣幕で怒り出して。馬鹿野郎。 お前なんぞに男のの気持ちがわかるものか。るもそんなことは男同士の間柄じゃ平気なことなんだ生意気に水をさすようなことをしてこの大田含め気に入らねえけったいな女詩人だと言ったらごめんごめんマユはいきなり市川の首ったまえかじりついて顔を一面に接吻してごめんなさいねあたし悪い気で言ったんじゃないの してね。顔と顔を合わせて千川の目を覗き込むようにして眉は炎然と笑って千川の胸へ顔を埋めた翌日市川と別れたから眉はシカツベらしい顔をしてしばらく火鉢に手をかざしていたがやがて要線を持ち出してきて小笠原宛に次のような手紙を書いた。 こんなに私を寂しがらせておいてよく知っているくせになぜ来てくださらないのもう私のことなんか思い出してくださらないのもう一度ルネの憂鬱な顔が見たいのだけれどきっと来てくださるでしょうねこんなに私を苦しめて麻由はニヤニヤしながらこの手紙を投函してそれからもひどく高機嫌で日当たりのいい街を 少々散歩して戻った千川は時々伊豆のことを思い出してその都度無性に感んを起こしたそういう時にはまるで伊豆が目前にいるような見境のない苛立ちようで頭の中でしきりに伊豆を言いまくりやり込めようとするのであるがその歯がゆいことといっては話にならないその伊豆がある朝突然久方ぶりに千川を訪ねてきたので は,はびっくりする暇もなくみるみる総合を崩して喜んだ慌てて飛び出していってとにかくいろいろなことのあとであり変な具合にニヤニヤと照れながら「まあ上がれ」と言うと伊豆は一向無表情でまるで人違いでもされた場合のように例の懐手をぶらつかせて黙って立っていたが急に振り向いて もちろん挨拶もせず何一つ変わった表情も見せずに空の袖を振りながら戻り始めたのである千川はとっさに大憤慨してはだしのままで玄関を飛び降りると伊豆の襟首を捕まえて顔をねじ戻して「やいどういう了見でやってきたのだ変な気取った芝居はよせ友達が懐かしかったら正直に懐かしいと言うがよし」 友達に存在を認めてもらいたかったらキザな芝居はよすがよかろうてめえくれえ友達がいのねえ冷血動物もねえもんだぞスネークメ俺を殺すというのはどうした今に殺してしまう伊豆は落ち着きを装おうとしていくらか味気ない顔をしたが今は力がないから殺せない。 今度友達の医者からストリキニーネを手に入れることができるからそう言いかけて伊豆は笑おうとしたのだが笑いはかすれて単に空虚な響きとなりそれにつれて痩せた肩を不気味に揺さぶったそれからしばらくして今度は霊障を浮かべると「お前だって小笠原を殺す力がないではないか」 「と言ったおやっ!と」と市川は思った突然ぼんやりしてしまったそれから急に川のような激怒が流れてくると同時に泣きわめきたくなったのであるがその時伊豆の顔つきからふと間の悪いようなしらけた表情を読んだので「同病相あわれむ」というような寂しさを受けた思いがけない静かな内静が どこからともなく開けてくるような冷たさを覚えて自分でもあきれるほど妙にしんみりしてしまったそれは君の場合とはいくぶん違っている俺たちはいろいろな余計なことを考えすぎるようだ俺は無論ある意味で小笠原を殺したいと思っているし もっと突き詰めたところまで進めば今も人を殺す力はあるしかしただ考えているというだけのことは本当の人間の生活では無と同じことなんだ人を殺すか自分で死ぬかするくらい本当のことはあるいは ないのかもしれんけどしかし近川はいかにも「自分は真実を吐ろす」と言わんばかりにまるで何か起こるような突き詰めた顔でどもりがちの早口でつぶやいていたが急に言葉を切った不意にしゃべるのが面倒くさくなったのだしそれに簡単な解決方法が頭に浮かんだからであるそこで言葉を切ったかと思うと ちかはいきなり伊豆にむしゃぶりついたそのはずみに子供のように泣きだしていたチ川は伊豆をねじ伏せたチ川は泣きじゃくりながら石畳へゴシゴシ伊豆の頭を押しつけ口汚くののしったり殴ったりした伊豆はねちねち笑いながら殴られていたがやはり痛いと見えて 時々夫婦空気を吹くようなことをした時々夫婦空気を吹くようなことをした近川は今度は伊豆を笑わせまいとして一途にほっぺたをつねったりしていたがようやく手を離して立ち上がってようやく手を離して立ち上がってなお飽き足らずに数回蹴飛ばしてから自分の家へ戻らずに往来の方へ出て人けのない町へ向かって 一山に走り去っにりた。かけながらもしきりに伊豆をののしっていたが街角を曲がると急にほっとして腰が崩れるほど涙があふれた彼はようやく電信柱にすがりついて「俺はどうしようどうしたらいいだろうもう行きたくもない」と言って。 喉がつまってきて一生懸命胸をたたいているのであった伊豆はどうやら起き上がってしばらくおうを催して苦しんでいたがそれから思い出したようにゆがんだ笑いを浮かべて崩れた着物をつくろいもせずにいきなり懐寝をしてぶらりぶらり帰っていった。 あのの手紙から三日目の夕暮れに小笠原は眉を訪ねてきた翌日別れると別れ際にも次の日を約束したのだがしかし眉はなおも早速要線を取り上げて前と大同唱尉の手紙を書きニヤニヤしながら投函に行った約束の日に小笠原は来たこんなことを数回繰り返した 憂鬱な顔をそれでも仕方なしに笑わせるようにして近づいてくる小笠原を見ると眉はくすぐったい思いがしたが誰にするよりも大げさな明るさではしゃぎながら彼を迎えたどういうものか小笠原のものものしい屈託顔を前にして一人で笑ったりおしゃべりしているさなかに眉は急にいたずらっぽい顔をして 下でも出してみたいような気持ちになってしまうのだが、別にそれを隠す気持ちにもならないのでついにそうしてしまうとしかし小笠原は別段気にかけずやはり憂鬱な顔をして時々自分の方でも笑おうとしたりしゃべろうとしたり努力しているそんな時眉はふと古藤夫人の神経質な顔を思い出したりした 小笠原のものものしい深刻面,の真正面からぶつかっていってほかに格好がつかないのでこれもイライラしながら同じようなものものしい顔を向け合わせているに相違ない後藤夫人の様子は見ものだろうと思ったゆは時々吹き出したくなって小笠原にほおずりした小笠原は急に東京を去った小笠原は 親し,さに疲れた親しさの持つ複雑な関心に腐敗した侵害な人々を見暮らす根気が尽きて限りなく懐かしみながら決別を急ごうとする広々とした昇進を抱きそれを慈しんで汽車に乗った知る友のない海浜の村落へ来て海を眺めた時ほっとした何者にも慰まなかった小さな心が ひょうびょうとした海の単調へとけるようにどうかしてしまうのを感じて爽やかなめまいを覚えた長い疲れの底に密封されてきてもう悪臭を話しそうなよどみくされた涙がようやくたらたらと頬に伝うのを感じた毎日磯に寝て飽きることなく貝殻をもてあそんだり無心に砂を握っていたりして 甘い鑑賞に安らかな憩いを覚えていたある雨の昼後藤夫人へ海の便りを書いた静かに雨の降る海のようなひたすらな懐かしさでもし気が向いたら遊びに来てと書きそれを投函して無論夫人は来るに違いないことを知ったまた長い疲れに似た 光のの差し込まなない部屋のような退屈が雨の降る海からも揚々とあふれてきた生きる気がなくなったのではないのであるしそれに生きるとか死ぬとか差し当たってそれを考えてみたわけでもないのにその夜催眠薬を多量に飲んだ自殺者はおお最も生きたいやつだと昔彼は考えたのだが 自分のようなやつは事にその一人であったらしいと思った薬を飲んでから彼はいっときはひどく逆上してしまってぼんやりするほど混雑したりむやみに苦笑したり時には泣きだしたりそれにいろいろなことをめまぐるしく考えだしたのであるが自殺者は別に勇気があるわけでさえない 無論どう考えてみてもこれをけ取られる筋合いのものではないがしかし自殺者は必ずしもバカだとは結局思えなかったどっちみち無駄な考え事である小笠原は微笑したいほどのはるかな愛情を持ってたくさんの眉や後藤夫人やまたその愛 v を思い出しもしたのであるが なる者に決別したがるかたくなな赤猟はやはりその時にもあるにはあったらしいとにかく小笠原は死んだ翌日布団を外れて材木のように転がっていたそれからひと月余り過ぎたが市川は伊豆に会うことがなくなった 伊豆は死よりも冷酷な遠征かぶって小笠原の自殺した現場へも告別式へも出なかったので誰に会うこともなかったのである千川は伊豆を思い出すたびに立腹したがある日急に思い立って伊豆を訪ねた伊豆に会って次のように言うつもりであった俺たち3人はみんなバカ者だ 広い生き生きした世界の中から狭く苦しいゴミくずのような自分の世界を区切ってきて五所を大事にすがりついてちっぽけなおりの中で変に神経を鋭くして生きたくなったり死にたくなったり怒ったりしてみたところでしようもないまるで自分を牢獄へぶちこんでいるようなものだ。 他に、世界は広々と広がっている。案ずるに君と俺は結局認めすぎるほど認め合い、頼りすぎるほど力にし合っているのがこういう結果になっているのだから、俺たちは無意味に神経を絡ますことをよして、単にざッくばらんに頼り合い、はつらつとした世界でもっと 健全に愉快に生きねばならん!川」。ちかわはみちみちこう切り出す時の自分のもったいぶった様子をさまざまに想像することができたりしてひどく意気込んでいたところが伊豆の顔を見た途端からまるで思いがけないことばかり思いつくようになってとんでもない別のことをまくしたてたあげく。 お前のようなスネークにはもう二度と会わんと言ってついまたさんざん殴ったり蹴飛ばしたりして泣きほろめいて戻ってきたさてやつれた土左衛門は眉をさらうふうにして山の湯宿へ走った湯へせかせかと飛び込んでみたり宿の親父とゴを打ったかと思ううちに スキーを担いで雪原へこぼれてみたりとにかく気ぜわしくイライラうろつき回った末には夜が来るとがっかりして消えそうな様子で縮こまったりしている眉は地下湾に一向お構いなしにまるで自分の一存できたような落ち着きようで他に愛客の一人もいない静かな廊下をかっ歩していって湯に浸かったりスキーを習ったりしていたが ちかわと顔の合う時には大概ニヤニヤしてタバコを食い出しながらまたその上にも面白そうに笑い出したりするのであるそういう眉にちかわは何かというと愚痴りかけたり怒ったりしたある夜のこと眉は鏡をのぞき込んで化粧を直したりそれよりも自分の顔を4年もなく眺めたりしていたが急にニヤニヤして し,ょんぼりしている千わの方を振り向いて「私もう小笠原さんの顔を本当に忘れちゃったどうも思い出せない」とほがらかな声でそう叫んでとても爽快に大笑いした千川は,はにわかにぎょっと顔色を変えてそれからしばらくして思い出したように状態をよろめかせたが 今度は息みたって憤慨して「お前くらい冷酷で薄情なやつはないと」とわめいたり愚痴ったりした挙げには眉にすがりついてとうとうメソメソ泣き出してしまって「俺だけは忘れないようにしてくれ俺はもう自分のれっきとした体さえ手で触れてみても」 実在するようにはのみ込めない頼りない人間だこの気のとくなかわいそうな俺だけは忘れないように頼むお願いだと悲しい声を張り上げて断末魔のように体を震わせてかきくどいていたその地下を マユは母親のように抱いてやって、けたたましく笑い出したが、いいのいいの、大丈夫よ。あなたの顔は忘れっこないわ。だって、とても風変わりなんだもの。マユはまたひとしきり交渉して、もう文句も言えずに、眉の腕の中でふんふんうなずいてばかりいる近場を、 一層強く抱きしめ優しく頬ずりして汚い涙を拭いてやった」。